東京物理学校。東京物理学校は、1881年に、東京府に設立された、私立の物理学校、旧制専門学校である。略称は、物理学校。東京大学理学部不都合物理学科の初期の出身者、第3回までの卒業生及び中退者21名は、同学科が3回の卒業限りで廃止されるのを、 きっかけに物理学普及のための活動を行うことを決め、学校設立に踏み切った。こうして1881年6月13日、私立夜、学校、東京物理学講習所の設立広告が出され、現在この日付が、東京理科大学創立記念日となっている、同年9月11日に開校、設立者21名の中で最年長の、 桜井望旗が初代所長となった。当時の日本において自然科学の教育を施した教育機関は東大と物理学講習所のみであった。21名の設立者はいずれも公務についていたもの、ばかりであり、余暇を使って無給で講義を行った。また授業は小学校校舎を借りて行われ、実験道具は授業のびごとに東大から借り出して講義が終わると、 その都度返却するなど苦労は多く、その上生徒もなかなか集まらなかったため経営難に苦しんだ。開学3年目になる1883年9月には東京物理学校と改称して、初代校長にはフランス留学から帰国した寺尾ュが就任した。さらに1885年設立者のうち16名により東京物理学校一持同盟が結成され、 同盟者の共同出資で学校運営に充当する体制が確立された東京物理学会維持同盟規則では同盟者の休校に際して罰金の支払いが義務付けられている。これにより学校運営はようやく軌道に乗り、また東京職工学校、東京工業大学の全身受験を目指す学生が準備のために物理学校に入学するようになり、学生数も増加していった。 専門学校令、発布、1903年に最祀物理学校は、旧制専門学校に昇格できず単なる、各種学校の地位に甘んじたが、卒業者に対しては、中東教員検定試験の受験資格、1909年、東北帝国大学理科への入学、1911年、などいくつかの特例が許され、特に中東学校の数学科、 理科教員を輩出する学校として知られるようになった。1906年発表の夏目漱石の小説、坊津ちゃんで、主人公の数学教師、ただが、物理学校卒業という設定になっているのは、漱石自身が、設立者、一同名員である、桜井房さ中村京平と信仰が深かった他に、当時の一般的イメージとして、物理学校出身教員が高い評判を得ていた。 こととも関係してていいるる考えられているその後、1914年、大正3年に起こった早稲田大学への経営状況をめぐる紛争の結果、翌1915年5月26日には、財団法人東京物理学校が発足し、維持同盟に代わって、学校運営に当たることとな。これにより、物理学校は1917年3月27日、 長年の念願であった専門学校例準拠の専門学校への昇格を果たすことができた。物理学校は東大理学部出身者によって設立されたという事情から東京帝国大学との結びつきが強く、卒業式には東大の総長、理科大学長クラスの教授が来賓として出席することが多かった。また、初期の教員、すなわち設立者、 一同盟員の多くは、東大教授ともに、東京天文台長を兼任していた、寺尾樹など、日本の物理学会の早々期を築いた人々でも、あった。彼らは1883年、物理学薬語会を結成し、日本最初の物理学用語集である、物理学術語は英仏独体訳辞書を編纂。今日でも使用される、物理学用語の多くが作られた。 1881年9月の開校、東京物理学講習所として、地の高地は、東京府高島地区飯田町4丁目一番地の私立、若松小学校であり、そこを曲がりする形で授業が行われた。現在、この地には、東京理科大学発祥の地の石支踏みが、混流されている。その後、1886年まで高地は、目まぐるしい移転を重ねた。すなわち、 神田区西木町一丁目の大倉省管理簿記、講習所、1881年末から1882年、本郷区元町二丁目の進む文学者、1882年、お経て1882年11月、神田区今川工事三丁目9番地、現在の神田神保町三丁目に、念願の校舎を取得した、この際教員一同が、土地所有者となった。 しかし1884年9月15日に台風でこの校舎が倒壊したため、協立統計学校、球団下牛受け淵の校舎で授業を再開した。その後指導科目に科学を追加したが、実験時に火災の危険があるとして退去を迫られ、1886年9月には、神楽駿河台淡路町の成立学者への移転を余儀なくされた。 1886年11月、神田商船町一番地、現在の千代田区神田小川町二丁目の仏分会校舎、東京仏学校が所有する元観光場の建物で、これを仏分会が借り、昼間は仏語学校が使用し、夜間は本校が使用を移転したが、1889年11月、この校舎を維持同盟からの拠出金2200円で購入した。 こうして、仏理学校はようやく、今しばらくの安住の地を得ることになった。1906年7月、仏理学校は、神楽坂2丁目24番地に、木造新校舎を春し移転した、現在の東京理科大学近代科学資料館、校室はこの時の校舎を復元し1991年に、建立されたものである、画像参照。 この校舎はその後の関東大震災に際して大きな被害はなく、1937年10月、鉄筋校舎、現在の東京離大級1号館校舎を新築した。8年後、1945年5月の山の手を中心とした東京大空襲でも、周囲の家屋が多く被災したにもかかわらず、この鉄筋校舎はほとんど無傷で、1970名もの、 理財者の収容先になった。本部校舎外には、1942年に大学設置を目指した学園が、大学予科校地として、不死も北多摩郡府中町あざ国分寺前、現在の国分寺市の約6万メートルの敷地を購入。さらに翌1943年には、八王子西中野町の織物工場と土地約700坪を購入した。しかし、 これらの土地は後に農業理科学科の校舎及び学生寮などの用地として使用されることになった。戦後の1946年になって八王子郊外に農業理科学科の校地として土地約8万900坪を取得したが、この校地は1948年自作農創設特別措置法に基づき強制買収された。東京物理学校は年に 東京理科大学が新設されるに際し、神楽坂校舎でしばらく共存する。その後、1951年に東京物理学校は最後の卒業生を送り出し廃止され、神楽坂校舎は東京理科大学の神楽坂本部キャンパスとして継承された。また、国分寺校地は1950年の業理科学科が廃止された後、グラウンドとして使用されたが、 1958年、工場用地として東芝に売却された。この売却駅が、現在の東京理大、野田キャンパスの購入にあてられた。神楽坂キャンパスに所在する東京理科、大学近代科学資料館は、物理学校以来の東京理大所蔵資料の展示施設であるが、物理学校記念コーナーが設けられており、木製の多面体模型など、当時の教材が展示されている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。